アングラ・ドスレース EC は、ブラジルのリオデジャネイロ州アングラ・ドスレースにをホームタウンとする、サッカークラブである。1999年3月23日に、創設し、カンピオナート・カリオカ3部リーグに加盟。参入年に、リーグ優勝し、翌2000年からカンピオナート・カリオカ2部リーグ所属。クラブカラーは水色。ホームスタジアムは、エスタジオジャイル。 カルネーロ・トスカーノ・デブリトであり、アングラドスレースの中心市街地東部に位置する。収容人数は5000人。クラブのマスコットは、ヨシキリザメである。1999年3月23日に創設し、カンピオナート・カリオカ3部リーグに新規参入。同年に優勝し、2部リーグへ昇格。2000年、2部リーグで、決勝リーグへ進出し、リーグ4位に入った。 2001年は活動を休止し、2002年に2部リーグに復帰。2003年は2部リーグで準優勝するも、AA、ポルトゥゲーザに競り負けて1部リーグ昇格を逃した。2004年及び2005年はリーグ3位で、再び1部リーグ昇格に失敗。2006年はリーグ第1ステージでグループ5位に終わった。2007年はリーグ20位。2008年は、 リーグ第2ステージでグループ3位となり敗退した。なし。ありがとうございます。